ハリオン。皆さんこんにちは。ヨガジェネレーションで哲学コラムを担当している永井由香です。今日はオウムという言葉についてお話ししたいと思います。よくヨガスタジオに行くとクラスの一番最初もしくは一番最後にオーンシャンティシャンティシャンティっていう形でマントラを捉える方が多いんではないかなと思います。オウムというのはそうですね、ヨガでの静音で、シャンティシャンティっていうのは平和という意味なので平和を願って唱えるマントラなんですけれども、ではその頭についているオウムが何なのかというと結構わからない方もいるんじゃないかなと思います。でどうしてもそうですね、インドに来るとヒンドゥー教の声音がオウムであるので、何か非常に宗教的な言葉ではないのか、だとするとヨガのクラスでわざわざ宗教を進めてるのではないかなというような考え方をして、もしかしたらスポーツジムなどではオウムを唱えちゃいけないっていうふうに決まってるところもあるかもしれないんですけれども、そもそもどうしてオウムという言葉が聖音、聖なる言葉なのかというのを考えるともうちょっと内側に入ってきやすいかなというふうに考えます。ではオウムについて説明している経典、一番有名なものですとマンドゥキャ・ウパニシャットという経典があります。でこれごめんなさい、日本語訳がなかったので今日読むことできないんですけれども、マンドゥキャ、多分ヨガマットのマンドゥカって有名かと思うんですけれども、カエルを意味する言葉なんですね。だからロゴでカエルがついていたりするんですけれども、このカエルがどういう状態のものかっていうと、カエルっていうのはピョーンって飛ぶことができるので、今私たちのいる意識から何か超越した意識に対して飛び越えていくことができるんだよという象徴としてカエルが出てきたりします。実際はマンドゥカさんっていう名前の人が書いた本だからマンドゥキャ・ウパニシャットって呼ばれてるんですけれども、まあ、カエルは、そのような象徴でもあるんだよというふうに言われています。ではそのマンドゥキャ・ウパニシャットによると、実はオウムはオウムではないんですね。正確にはアルファベットの A、U、M、 3つの組み合わさったものアウムなんですけれども、アウムを自然に読んでいる、唱えているとアーンみたいな形で A と U がなんとなくくっついて O に聞こえるのでオウムというふうに短くして呼ばれることが一般的です。でこの A、U、M という3つのアルファベットでできた言葉がどうして尊いのかというと、これあまり宗教的な意味ではなくて、そもそも音が持っている力がすごいんだよというふうに考えられていて、 A、 日本語のあいうえおでもそうなんですけれども、必ず一番最初に出てくる音ですね。つまりあというのは始まりを意味します。では最後んはおんのんですね。つまり音の中で一番最後を意味している音です。ではその真ん中が何があるかというとあいうえおの真ん中のうですね。つまりオウムっていうのは始まり終わり真ん中をすべて含んだ音になります。だからこそいろんな言葉がある中で一番力のある言葉なんだよというふうに考えられています。で、そうですね、これがインドの言葉では
オウムなんですけれども、多分もうちょっと、いろんな国でこの音の力というのを、理解してされてたんじゃないかなというのが、例えばそうですね、キリスト教であればアーメンっていう声音があると思うんですけれども、アーメンっていうのもなんとなく始まりと終わりの音、真ん中の音ですよね。もしくは仏教ではナムナムってなんとなく似ていたりして、で私はあんまり知らないんですけれども、そのような声音、よく似たような声音っていうのは世界中であるらしくて、ただその多少の訛りっていうのはあるかもしれないけれども、始まり終わり真ん中を含めた音っていうのは非常にパワフルなものなんだよというふうに考えられています。ではギータやスートラの中ではどのように考えられているかというと、例えばそうですね、ギータであればそれはブラフマンを表す音というふうに考えられているんですね。ブラフマンっていうのはつまり宇宙全体のことを意味します。宇宙全体を全て含んだ状態、始まりから終わりまで含んだ状態を唯一言葉で表すことができれば、それはオウムというふうに考えられています。でヨガスートラの中では、ヨガスートラに出てくる神様イシュワラというんですけれども、イシュワラをもし音で表すのであればオウムですよというふうに書かれています。でそれが、ヨガスートラの第一章の中にあるんですが、一章の27節目ですね。あ、こっちか。イシュワラを言葉で表したものが声音オウムであるというふうに書かれています。イシュワラが何かというと、私たちの内側に宿っている魂、プルシャの中でも最も純粋で美しい状態でとどまっているプルシャがイシュワラですよ、神様ですよというふうにヨガスートラで書かれているんですけれども、本来イシュワラもしくはプルシャというのは限りなく純粋なものであるので、言葉で表そうとすると表せないんですね。言葉でリミットを設けられるようなものではないんですけれども、ただもし音で表すとするのであれば、唯一オウム、つまり全てを含んでいるものがイシュワラなんですよというふうに言うことができます。つまりそうですね、ヨガにとってもオウムという言葉は非常に神聖な言葉なんですけれども、ヨガでは音の力も非常にパワフルなものであって、私たちの心であったり体に影響を与えるというふうに考えられています。それをナーダヨガっていう呼び方をすることもあるんですけれども、私たちの体というのはほとんど水分でできているので、なので振動、音の振動に非常に影響を受けやすいんですね。音っていうのは振動の波動によって作られてますので、つまりパッというような音が鳴ると体内の血液っていうのも影響を受けて激しい動きをしてしまうかもしれないですし、落ち着いた音であればきっと心であったり体も落ち着いてくるし、というような音の力というのがヨガではかなり使われているんですけれども、もし私たちがうまく自分の心であったり体の状態であったりをコントロールできないとき、どうしたらいいのかというと、このオウムという言葉を唱えることによって、その
音の力を受け取ることができますよというふうに書かれているのがヨガスートラの第2章の1章ですね、28節目になります。ヨガ業者はこの声音を反復重唱し、そしてこの音が表示する自在心石原を念想するがよい。この教法を習得するならば内観の力を得、ヨガに対する障害をなくすことができるというふうに書かれています。どういうかということかというと、なぜ私たちが自分の心をうまくコントロールできなくて、いろいろな心の障害が生まれてしまうかというと、あっちこっち外のものに意識が向いてしまっているからなんですね。それを内側に向けるためにはどうするのかというと、最も自分の内側の本来の状態に近い音、その音を聞いてそこに集中することによって自然に心が外の方に向いて影響されて激しく動かないようになりますよというふうに書かれています。オムという言葉は先ほど言った通り、全ての始まりから終わりまで全てのものがバランスいい状態で穏やかに存在している音なので、何か宗教的な意味というのを何も考えないで唱えたとしても非常に効果を得ることができるんですね。でそれは実際に、ね、ご自身で唱えてみて、できるだけゆっくりとオームという言葉、できれば最初はアウムをそれぞれの文字ごとでゆっくり唱えてみて、で慣れてきたら少しずつオームっていう形にしていただいていいんですけれども、それを実際に体験することでオームという音の力を感じることができるのではないかなと思います。今日はオームという声音がなんでヨガにとって大切な言葉なのかというお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。